元独代表が伊藤洋輝を批判、守備を統率できない。元ドイツ代表 MF ディードマー、ハマン氏が24-25シーズンのブンデスリーガ優勝をレバークーゼンと予想し、バイエルンについては守備陣に全幅の信頼が置けないと指摘した。守備陣にはリーダー気質の人間が必要だ。それがバイエルンではデ・リフトだった。ここ6、8ヶ月で最も安定していたのもデ・リフトじゃないか。たくさんコミュニケーションを取り、周囲のプレーを光らせる男だ。ウパメカノ、キム・ミンヘ、伊藤、彼らが素晴らしい後援者ではない。もしヨナタン・ターが入ってきたとしても、守備陣を統率したり指示を出すタイプじゃない。で、リフトの売却に驚かされた。伊藤は別としてウパメカノとキム・ミンジェのコンビは確かに不安しかないよな。確かに統率するタイプではないよな。逆に言えばそこができるようになれば世界トップよ。そこら辺はここから学んでいくものでしょ。コンパニ監督からいろいろ教わるはず。もともと中盤の選手だったんだし、いきなりバイエルンでそこまで求めるのは厳しいよ。またハマン氏はコンパクタ新監督にはシャビ・アロンソほどの天性のカリスマ性が見受けられないとも語っている。今の伊藤にファイターとか統率力が身についたら普通にとんでもない選手になるぞ。この意見は一理ある。今のバイエルンは守備が本当に不安定で見てられない。キム・ミンジェと伊藤の日韓コンビで見返してやってくれ。アジアなめんなよ。タイプ的にはデリフトがリーダータイプだけどポカ多かったのも事実だし微妙なところだな。早く復帰して見返してやれ。